とりあえず平成のうちに起きた事件は平成のうちに、そして来年以降ちょっと大量の死刑執行はやりづらくなるという状況のもので駆け込み大量執行をしたということですので、その死刑執行のに対する感覚の麻痺というかですね、そういった方向に向かってしまう危険というのも十分にあると思うんですね。再審請求中の問題については、例えばアメリカ合衆国のような国で、そのファイナルの最終的な判断が出た後でなければやはり死刑の執行がなされないのかというようなこと、日本の裁判所だってやはり、昨年の執行 もそうでしたけれども、自分たちがまさに判断しようとしている時に横から、いやあなたは別に関係ないですと、この人はもう生きている必要がないから死刑を執行しますという横やりが法相から入ると、こういったそのありようというものがですね、本当にその民主国家を謳うその司法のあり方としてですね、堂々と行われていること、これ自体が本当に恥ずべきことで、我々法律家の側からもですね、これ徹底的に追及して、あらゆる角度からですね、問題性をもちろん簡単なことではないわけですけれども明らかにしていかなければいけないというふうに考えて、おります。私たちは国家に対して人を殺してくれとお願いしたくないわけです。本日が何の日かということをやはり言及せずにはいられません。今からちょうど2年前、2016年の7月26日未明、相模原のある障害者、知的障害者の施設において、まさに歴史上というかですね、戦後に、文字通り前代未聞の大量殺戮、大量殺傷事件が起きたわけです。その事件から2年を迎えるにあたって、さまざまなメディアとかでもですね、再びこのことが思い起こされているわけですよね。もちろんその加害に至ったあの彼、青年は実際どういう理由で、あるいはどういった犯行をしたのかということはまだまだ未解明なところが多くあるわけですが、少なくともどうやらその行動を目にする限り、彼の中にはある価値観といいますか信念のようなものがあったようなんですね。つまりそれは何かというと、世の中には生きていていい命と生きるに値しない、むしろ死んだ方がいい、あるいは殺した方がいい命というのが存在するんだという何らかの信念あるいは信心があったような気がするわけです。今もですね、どっかの国の議員さんは生産性の有無によって人の価値を推し量ろうとするような、そういった言説を悪びれることなくしているようですが、まさに死刑というものはこの世の中には生きていてはいけない命があるんだ、そしてその命を国家の力によって殺害することが正義なのだということを見せしめる行為に他なりません。そうした残虐なメッセージ、暴力によって社会を秩序を維持するんだ、いわゆるテロに対しては死刑で臨むんだというような、暴力には暴力で、そして世の中には死んだ方がいい命がいるんだという死刑を執行し続けることによって、そういったいわば誤ったメッセージがもう何十年間も発し続けられていて、そしてそのいわば誤ったメッセージを彼なりに受け止めてしまったある青年が起こしたのが2年前の事件だったのではないかなと私は思うわけです。オウム真理教によって起こされた今一連の事件で傷ついた、あるいは犠牲となられた方々のために、今なお多くの方が苦しんでいてですね、そして重い後遺症に苦しんでいる方もいますし、愛する人を失った、あるいは愛する人が傷つけられた怒りや悲しみを覚えている、多くの人のために祈りたいと思います。